どん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 、タクワンボーイ。どうも皆さん、こんにちは、タクワンボーイです。今回はですね、見てわかる通り、ブドウ収穫できましたー。まあ、ブドウをね、実家の方で収穫をしたというね、連絡をいただいて、ちょっとね、本当は収穫にもね、立ち会いたかったんですけども、まあコロナの影響もあるので、ちょっと帰るのはやめておこうということで、まあ、収穫をしてもらったのを送ってもらいました。今日たどれば6月頃ですね、ちょっと黒掛けの手伝いをしに行って、黒掛けをしてきたブドウたちが、この9月まで、ここまで大きくなりました。大きくなったねー。大きくなった、大きくなった、本当に立派になっちゃって。で、おばさんみたいなこと言うてますけどもね、長野県のぶどうだよ。これからいきますね。いただきます。うん、甘い。美味です。じゃあこれいきます。マスカット、甘っ。こっちより甘い。すごく甘い、これ。うわぁ、うん。あ、なんか種も入ってないわ、これ。あ、マスカット美味しい。実が大きくなる前にね、カチカチの状態の時に僕食べてみたんだけど、その時はマジで渋くて酸っぱかったんだけど、もうここまで大きくなるとね、もう、まあまだね。これはもう、一口ですよ、こんなもん。うん。あとね、ちょっとね、凍らしたやつがあるんだけど、これかな？ちょっと冷凍庫で凍らしたんだけど、ほら、アイスの実みたいになってるから、ちょっとどんな味になるのかね。まあ、凍らすとアイスの実とほぼ一緒なんじゃないかなとも思うから、ちょっと食べてみるわ。あ！アイスの実！アイスの実だ。まあ、アイスの実ほど甘くはないけど、うん。めっちゃフルーティーな、もうリアルアイスの実だね。アイスの実がリアル、ん？リアルアイスの実。おかしいな。待ってよ。アイスじゃないもんね、これ。実だもん。実だ。実シャーベット。単独の肉の食い方しよう。先持ってこい！梨も食べますわ、じゃあ。せっかくなんで。梨美味しいんだよね。甘っ！みずみずしいわ。うわ、梨久しぶりに食べたな。まあ、袋掛けしてね。俺がお前らを守ってあげたからこそ、こんな立派な実をつけて、俺の元に帰ってきてくれたってことだよな。そう考えたら、本当に、あの時に、めちゃめちゃ腰痛くて、もう半日以上ずっと袋掛けの作業してて、休憩もあんましなかったし、買ってきたお菓子も食べ損ねたし、もうめんどくせえなとか思ったりして、こんな袋掛けするんじゃなかった、来るんじゃなかった、ちょっと来週逃げて、ゆっくりと映画でも見てた方がよかったなとか思ったけど、お前たちがこんな形で帰ってきてくれるなら、俺はまた来年何時間でも袋掛けしてやるや。本当にありがとう。はい、ということで今回は実家のぶどうを食べました。美味しかったです。めっちゃ飽きそう、食いすぎた。